今度家族でみんなで行こうねって約束しました。中学3年の10月、少しずつ自信を持ち始めた時でした。中間テストが始まる頃から熱が高くなって咳がひどくなりました。一生懸命無理して勉強していたんだけど、ママもうダメだ、勉強できないというので、もういいよ寝ようって寝かせました。病院に行って検査をしながら、最終日のテストをやっと終えて、これでゆっくり寝れるってほっとした夕方、病院から電話がありました。病院先生は、検査の数値が良くない、再発かもしれないと言いました。再発は治ったかに見えた病気が再び悪くなってしまうことです。最後は黙って自分の部屋に入りました。何も手につかず、ご飯も食べられません。自分から夜入院の準備を始めた帰りは、もうできちゃったと悲しそうに言いました。翌日、二度と戻りたくないと言っていた小児病棟の自動ドアの前に立つと、ドアはガラッと音を立てていきました。病院のベッドの上に大きなクッションを縦のように立てかけて隠れるようにしています。そして、どうして私だけと苦しそうに言っています。再発は今までの治療が効きにくく、結果も治療もさらに厳しいと言われています。この時の血液中のがん細胞は 80% となっていました。そして主治医の先生は、きちんと帰りに話をして診断し合ってきた。なんでこんなに辛い治療するのかわからなくては戦っていかれないということでした。そして家族を見て帰りにそばに座り話し始めました。病名は悪性リンパ腫であること、リンパが骨の中にいっぱいになって血液が作れなくなってしまうこと、悪性とは体のあちこちに広がってしまうこと、このままでは大変なので、がんと同じような強い治療を受けて、弟からの血液移植を考えていることなどを話しました。翌日、私にはリンパがいっぱい詰まっているんだね、頭の中にもあるんでしょう、薬が効かなかったら治らなかったらどうするの、私死んじゃうの、恐ろしいね、一人そんなことを考えている夜はどんなに怖いでしょう。病気の時はお医者さん、看護師さん、家族、周りのみんなが一緒に力を合わせて乗り越えなければなりません。帰りが自分のためにも周りのみんなのためにも生きようと思えるように力を注ごうと家族で話しました。でも開発から1ヶ月間、肺炎、高熱、脊髄、背骨のところで脊髄というところの注射の繰り返し、抗がん剤、放射線の治療と繰り重なって、一生懸命やってるのに私何もする気が起こらない、疲れた、やりたいことがいっぱいあったのに、今勉強してそれが何につながるのと言います。それでも再び訪問関係の先生に来てもらえるようになると、明るさを取り戻し始め、治療にも積極的に取り組み、自分の思いを口にする強さが持つようになりました。私かわいそうだなんて同情してほしくない、同情は惨めだな、そして毎日のように学校に行きたい、あの楽しかったクラスに帰りたい、日中祭の劇にも出たかったのに、みんなとやりたかったのに、でも卒業の日も私はここにいるんだよ、みんな知らないけどさと言いました。最初の入院の時、弟は小学校4年生でした。兄弟の面会はできませんので、大学で退院が家に帰ってくると飛び跳ねるように弾むように喜びました。それでも夜にかけて留守番の日が続きます。
時々病気のことや病院での対応のことを話してきました。もし骨髄移植が決まった時は、あなたならタイちゃんを助けることができるから元気な骨髄あげてねと頼むと、分かったと言ってくれました。家族の一員としてちゃんと話すようにしてきましたが、よく手の甲で涙を拭って聞いていました。本当はすごく我慢していたなと思います。何かできることあるって聞くと、玄関の電気つけといてって言いました。12月になって帰りの誕生日とクリスマスを一緒にしたカードがクラスの今から届きました。一枚一枚がとても綺麗で楽しいカードです。嬉しくて嬉しくて何度も読み返して枕元に置いて寝ています。みんなに返事書かなきゃとはっきりと返事を聞き終えました。友達からの手紙で、男子たちはどっちの返事が長いのに短いのって不満ないことを競い合ってたらしいよって面白いようになりました。平成8年1月の初め、お正月が終わった頃に、私ね、チャンスと幸せは必ず巡ってくると思う、絶対に元気になるって言いました。先生も眼科になりました。眼科というのは顕微鏡で見て眼細胞が見当たらないことで、体中のどこかに眼細胞が残っている可能性はあります。でも治療が効いて良くなってきたという証拠なので、眼科になりました。よくのことまで実際に使ってくれました。そしてでも治療はこれでは終わりではなくて、再開発してしまうことがあるので、さらに3年後の生存率が 50%、 3年後に生きてられる確率が 50% という、どうせ顔を骨髄移植をすることに決めました。治りたいから、今までどんな治療でも耐えてきたんです。この選択が耐えの生きるチャンスと幸せに結びつくようにって祈ります。移植は3月に行われることになりました。この日、病室に入った私に、帰りは、ママ、大変？私がいて、疲れる？と聞きました。そんなことないよ。サイちゃんがいてくれるから、一番幸せなんだよ。サイちゃんとお話ができるのが、一番の幸せだよ。サイちゃんいてくれるから、みんなが幸せなんだからね。って言うと、ベッドの上でネズミのぬいぐるみをつけていた彩音、安心した顔をしました。この頃、毎日1匹ずつネズミのぬいぐるみを作っていて、ちょうどここは4匹目のネズミ、ハンテンとメガネをかけたおじいちゃんのネズミを作り終えたところでした。ちょうどネズミとしてだったんですね、この年はね。彩音のね、移植の説明を数日後に控えた1月の20日、雪が積もったのを病室の窓から眺めながら、なんかお腹がおかしいんだけど、お腹がパンパンなんだけど、心が落ち着かないって夕食も食べられて、翌21日、腹痛は朝からとってもひどくなって、でも病院がお休みで主治医の先生がいませんでした。言葉もだんだん途切れ途切れになって、そしてあまりの痛さに何が何だかわからないとベッドの柵を握りしめ、そして部屋中に洗面器いっぱいほどの水状のコートを何か履きました。宿直の先生に親から見て、あまりに苦痛ではない様子に不安がいっぱいになって、おかしいから調べてほしい、何とも言いますが、今すぐどうということはないので、と深刻な状態と判断されることはなく、帰って大丈夫です、と言われます。夜8時を過ぎて面会時間も終わっています。ひどく迷ったんですけれど、電話で後で様子を聞く約束をして帰ることにしました。